竹山進民は、日本の新旧史ジャーナリスト、政治家、茨城県真壁郡出身。早稲田実業学校を経て1925年に、慶応義塾大学経済学部を卒業、大阪自治新報に入社し社会部記者となる。病を得て一時帰得状態に陥った際に、漢方医の治療で一命を取り留めたことから、東洋医学に関心を持ち、 小牧徳造の紹介で1938年に雑誌東方医学編集部入り、1939年に弥生会の世話人となる。1941年に漢方医学復興の理論を出版し、1942年に新旧誌資格を取得、戦後は1953年の第26回衆議院議員総選挙に日本共産党公認で、 茨城県第3区から出馬したものの落選した。1960年には下田市議会議員となり政治家として活動した。彼は経絡否定論には歴史的意義があるとして我々は経絡の本質の問題を改めて真剣に取り組まねばならないとし経絡は人体の病理現象を五臓六腑との関連において症と証と経絡との関係を 統一的に居実とし、臨床的に把握することを可能にしているところのもので、それは診断の指針となって、治療の場所ともなるので、診断と治療は経絡によって統一され、14教、発揮を読んだこともなく、経絡を実際に臨床に駆使したこともなく、無用論を唱えたところで、我々には通じないので、現代医学の常識に合わないから、現代医学の知識では不明であるからといって、 それだけの理由で排斥してみても一方的独断に終わるだけだと説いている。ありがとうございます。